皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について3分で考えていきたいと思います。昨年非常に話題になったキーワードにフェイクニュースというのがありますね。まあ、フェイクニュースというものによって、まあ、嘘で作られたニュースによって、まあ、SNS を通して拡散されて広まっていくということが問題になりました。でこれを見破る、ね、ものが必要だということで、 え、人工知能 AI を使いまして、見破るものを作ったということで、え、アリババなどがですね、ニュースとして取り上げられたりしていますが、これは人工知能 AI っていうものが、まあ、今レベル以前だったからという話に過ぎないと僕は思ってるんですね。それはインターネットの情報っていうのは、今までは、 まあ、ある意味、性善説ではないんですけど、まあ、人間がですね、あの思ったこととか考えたこととか行ったことっていうのを投稿したりもちろんネガティブなことも投稿してるんですけど、まあえー、性善説にのっとっているわけですよねつまり今のインターネットの情報をもとにしか、えー、その人工知能っていうのはその、えー、データベースにアクセスしてですね、えー、分析することができないわけですよ。 では、これから先はどうなるかっていうと、フェイクニュースっていうものを人間が意図的に作っていくレベルであれば、まだ可愛いんだけど、例えば a i によってですね、まあ変な話だけど、Twitter アカウントをいきなり1万アカウントぐらい作ってですね、で、その1万のアカウントで全部ですね、いろんなニュースを作ってですね、いろんなことを言って、 で、えー、それはニュースっぽく書くんではなくて、えー、普通のように書いてるようなんだけど、でもそれらのものが全部ですね、なんか、あたかも世の中はそう言ってるみたいな感じになっていたら、果たしてそれを見破っていことができるのかということになるわけですよ。まあ、現にですね、今も、 よく炎上するとかっていう時に、実際炎上しているのは、えー、ほん一部のね、人たちが、えー、10人分、100人分の力で書き込むことによって、アカウントを変えて書き込むによって、あくまでもそういう風になってるように見せかけるっていうようなことがすでに起きてるわけなんだけど、では、その、 えー、性善説じゃなくて性悪説で言うならば、その、思った人よりたくさんの人たちがですね、AI によって、そういう嘘のニュースを、えー、ばらまいていっていくことができれば、そうすると、インターネットで書いてることのほとんどが嘘だとかですね、えー、フェイクっていうことになっていくわけですよ。で、それを果たして、普通の人間が見破れるのかっていうと、もう、えー、ツイッターアカウントになってる時点で見破れないし、でそれが、じゃあ、AI が見破れるかっていうと、これも見破れなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。 だからこれからは精度が逆に下がるんじゃないかなってちょっと思ったりしましたネットビジネスアナリスト横田修理でしたありがとうございましたではまた明日